楽うまクッキング。今日は広島県で初のシニア野菜ソムリエの資格を取り、食育プランナーとしても活躍中、野菜のスペシャリスト花井彩美さんの登場です。花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今のまま出る時だけここの髪が跳ねるんですね。そうなんです。なんか髪がね、張り切るんですかね。おかしい。普段はね、綺麗なんですよ。テレビ出る時だけ跳ねちゃう。そうなんですよ、はい。まあ、女の子らしい悩みですね。ありがとうございます、はい。今週はひな祭りメニューを紹介しています。今日はこちらを作ります。はい、ひな祭りカップ寿司。これ本当小さなお子さんとでも一緒に作れるようなね。あ、そうですね、はい、作るのを楽しんでいただいて、ね、作っていて楽しい料理となっています、はい。そしてですね、大人も楽しめる簡単なおつまみもね、はい、もう一品菜の花で作りたいと思いますので、今日は2品作ります。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、さあ、まずはお米ですね。そうですね、はい、お米ね、炊飯するときにはね、寿司飯、昆布とそれからあのお酒をね一緒に、はい、こちらにありますね、はい、はいはい、5センチ角の昆布とそしてお酒大さじ1を一緒に入れて、うん、分量のお水を入れて炊けばいいと。そうですね、はい、で炊き上がったのがこちらですね。こちらになります、はい、でこちらですね、そうです、あったかいですね。でこれにですね、あのすすなんですけども、分量が、酢が大さじ3、はい、砂糖が大さじ2で、塩が小さじ1ですね、はい、でこちらの方を、で混ぜ合わせたのもこちらですね。で砂糖をね、こうしっかりと溶かしましょうね、この時にね、うん、はい、はい、しっかり溶かしたものがこちらになります。こ, す、ね、はい、こちらを入れてみましょうかね。はい、はい、これをじゃあ入れますね。でね、はい、しっかりと砂糖を溶かして、で混ぜるときにですね、はい、あんまりこう混ぜちゃうと、はい、ご飯にね粘りが出ますので、うん、これで切るようにしてね。よく言いますね、うん、そうですね、そうで、あったかいうちにね、ご飯がね、で混ぜますね。これやっぱ高い方がいいんですよね。あ、それはね、こうしみ、よくしみるので、あ、寿司がよく入ってくる。そうです、そうです、うん、でこちらの方をですね、さらに10分ぐらいね、寝かせるとよく馴染みますね、うん、ご飯とお酢がね、はい、でこちら10分ほど置いた方がいいわけですね。そうですね、まあ、今日はちょっと10分経つともコーナー終わっちゃうのでこれでいきましょうね、はい、はい、でこちらの方にですね、今日はご飯のね、寿司飯をね、2種類作りますよ、はい、それ2種類作るので、はい、この半分をね、あ、ごめんなさいね、はい、こちらにこう移しましょうか、はいはい、はい、移しましたね、はい、はい、でですね、まず1種類目ですね。1種類目、はい、鮭フレーク、はい、ね、お子様が大好きな鮭フレーク、ね、こっちでいいですか。いいですよ、入れてくださいね、はいはいはい、大さじ4入れました、はい、しっかり入れて、でこれに、ね、さらに白ごまが合うので、はい、ごまも入れちゃいましょう。白ごまは適量です、はい、でこの時もね、あんまり混ぜすぎないようにもサクサクといきましょうね。はい、これで1種類目できましたね。もう米粒が潰れないように注意しながら混ぜればいいですね。これぐらいざっくりでいいんですか。いいんですよ、はいはい、で2種類目ですね、はい、今日はね、桜でんぶを使いましょう、ね、こちらです。これ、ね、綺麗でしょ、はい、入れてください。すごい色ですね、ね、これね、で桜でんぶ鮮やか、そうでしょ、でね、これはね、桃の色、ね、桃の色、うん、桃の色にしましょうね。これ綺麗でしょうね、本当にね、こうなんかこれだけでこう、あ、春が来たなっていうね、女の子の大好きな色です、これはね、ひな祭りだなっていう感じ、ね、そう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 、でこれでもいいですよ、ザコッとね。花さん、ピンク好きなんですね。あ、大好き、女の子ですからね見たことないですよ、ピンク着てるそうかそうか、今度着てきますんで、はい、でこちらの方ね、あと飾り付けですね、はい、で今日はね、カップ寿司ですからね、お家にあるね、こんなこういうね、コップ、うん、うん、でね、はい、なのでこう透明であればカップでもコップでも何でもいい、何でもいいですね、はいはい、でこちらの方にまず鮭の方からいきましょうか、はい、で鮭をいきましょうね。ご飯が2つ、ね、そうそう、層になって、まあ、色を楽しむというね、はい、はい、でこちらね、いきましたね。ちょっとこの鮭だとオレンジっぽい感じ、ね、そうですね、で今度これピンクがいきますね、はい、これ買いましょうか、そうね、でこちらね、かわいい色ですね。でこういう風にするとですね、うん、ご飯が横から見ても層になるかな、ちょっと置いてみましょうか、はい、どうかな、層になりますか、はい、なってますか、でちょっとこうね、ここ2層になってるね、こうですね、こういう風になってますね、はい、でこちらの方にですね、いろんなものをトッピングしてまいりましょうね、はい、でまず今日はね、豪勢にね、お祭りですのでね、まずイクラ、イクラってお子さんが好きなんですね。好きですね、子供ね、ねえ、なかなかね、これもね、結構入りますね、まあ、もうね、今日はお祭りですからね、はい、豪勢に行きましょうね、はい、それから
大丈夫ですか、リハーサルの倍ぐらいの量入ってますけど大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、ね、で禁止卵です。あのね、はい、あのレシピにね、うん、卵4個分とか書きました、はい、新聞にもねレシピよく載ってますよ ね、 はい、で今日はちょっとね器がちっちゃいのでちょっとそれを全部持っちゃうと、はい、溢れちゃいます。あの卵4個分で錦糸卵作るとびっくりするぐらいいっぱいできる。そうです、はい、それでね、まあ、今日はこれなんだけども、はい、でもね器によってはねこれ黄色ってほらあのこう春のこう生命の色ですからね、たっぷりと食べてくださいね。そうですね、であの卵の錦糸卵の量をお好みで調整してくださいね。はい、はい、で今度はね、キュウリですね。キュウリの塩もみをねこれ、ね、あの輪切りにして塩もみをしましたね。あくまでもカップにもりますけどね、大きなチラシ寿司みたいにドーンとしてもいいわけですね。そうそうそう、これもうね金銭もなんでわっと入れればいいですからね。はい、はい、で絹さやですね、これも春のもんですね。これからね、はい、できました。はい、でこれ最後今日ね春のもんですよ、菜の花ね。これね菜の花、これ可愛いでしょ、うん、ね、ね今日これ本当は今日のね主役なんですね。蔵に刺しましたね、はい、はい、これでいいかな。はい、できました。はい、はい、あーいいですね、うん、可愛らしいですね。可愛いですね、はい、はい、でね、はい、これはこれでできたんですけど、今日大人のね大人のひな祭りにぴったしのものをねこれからね菜の花のところで作りますよ、ね、大人用お酒のおつまみにもいいような、いいんですよ、はい、でこれねフライパン今ね熱してます、カンカンに熱してますよ、フライパンをね、カンカンに、カンカンにね、それにねもうジャッと入れますよこれ、もう、ね、菜の花をもうそのまま入れていいんですか、うん、もうね焼いちゃう、焼く、焼く、炒めるんじゃなくて、そうで、あの結構菜の花ってね皆さんあのおひたしされるでしょ。おひたしですね、ね、あれもったいないですね。そうなんですか、こうして焼くとね、はい、もうあの普通こうおひたしってこう水分があの水の中にこう風味も出ちゃうでしょ。あ、菜の花のその風味が、そうそうそう、はい、それをねこの焼くことによってもう全部いただくんです。へー、初めてですよね。初めてですか。これがね美味しい、炒めじゃなくて焼き、焼くんです、焼き菜の花、もうね油も余分、もう菜の花だけのこの風味をね、味わってほしいんですよ。じゃあちょっとその苦味とかああいうのが好きな人はそうそうそう、これほらもう、ね、あ、いい色、いい色ですね、焼き色がつきましたでしょ。いいですね、でこれにですね味付け、はい、はい、今日はねめんつゆに和がらしを、はい、いいですか上田さんしてもらって、めんつゆと和がらし、うん、これまあお好みでということですね。そうですそうです、これだけでいいんですね。いいですよ、もうねこっちをねもうねこのほろ苦いねこう風味を味わっていただきたいですね。もう春のね息吹をね味わってもらおうと思って。あ、じゃあ菜の花そのものが味わえる料理なんですね、うん、そうなんですよ。あ、じゃあおひたしよりこういう調理法があるんですね。そうそう、あるんですよ。ぜひこっちをまずね、おひたしもいいんですけど、はい、じゃあこれやっていきましょうか。そうですね、いいですか、もういいでしょう。で、じゃっといってくださいね、はい、じゃあほら、いきました。はい、これでもう出来上がり、ほらほらね、こうするでしょ、もうたまりませんね。本当私はこれ今日これを作りたかったんですね正直な話こっちがメインだったんですね。影の主役ですね、はい、これでいいですかね、はい、もうちょっと入れます。あ、ちょっと、ね、いいですかね。はい、できました、うん、はい、できました。料理コーナーで菜の花焼いてめんつゆとからしをかけたっていうのなかなか新鮮ですよ、ね、あ、そうですか。簡単にできてね、はい、美味しいですよ。あ、でも美味しいです、うん、いいですね、はい、はい、できました。さあ、こちらでひな祭りカップ寿司、そしておまけの焼き菜の花完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。寿司酢を合わせたご飯は少し置いて酢をなじませるとより美味しくなります。目安は10分です。鮭フレークと桜でんぷの2層のご飯にしましたが、混ぜるときに米粒が潰れないように注意してください。桜でんぷは完全に混ざらなくても大丈夫です。可愛く飾ったときに余った菜の花をさっと焼いて和がらしを溶いためんつゆをかけると簡単に一品プラスできます。お酒にもよく合うという一品です。ひな祭りに可愛いカップ寿司、ぜひ作ってみてください。はい、いや、もう菜の花みたいな潜水さん、あー、ちょっと本当、私も若干こちらの焼き菜の花の香りに今興味を持ちつつあるんですけど、カップ寿司からいただきます。かわいいですよ、ね、動く錦糸卵と呼ばれておりますということです。いただきます。うん、うん、おいしい。この桜でんぶの甘さと
まあ、イクラの今部分を食べましたが、ちょっとこう塩気のある感じと、うん、桜も全部な、うん、懐かしいですよね、うん、懐かしい、いろんな箇所で味が楽しめる、うん、盛り付けも可愛いんでね、おもてなしとかにもいいですよね、うん、ですね、うん、さあそして、うん、楽しみだな、焼き菜の花ってあまり食べたことないでしょ、初めてです、この焼き色、うん、うん、おいしいあーおいしい焼いただけでこんなに風味と食感とが楽しめるんですね、ね、菜の花の力ですよね、これもね、うん、おいしい、これビールに合うんです、合いますね、うん、これある意味おひたしよりも簡単できますよね、うんうん、そうでしょ、うんうん、ぜひね、菜の花料理のレパートリーに加えてみてくださいね、はい、花井さんどうもありがとうございました、ありがとうございました。さあ明日は洋食の前園さんに春の香りのクラムチャウダーを教えてもらいます、こちらもお楽しみに。